セイヒエロニムスの原子は、1526年から1527年に制作された、イタリアのマニエリスムキの巨匠、パルミジャニーノによる万丈の油彩画である。現在、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。本作は、1526年1月3日に、ローマでアントニオ・カッチャルピの妻であるマリア・ブファリーニによって、 ラウロのサンサルバトーレ協会の家族礼拝堂を飾るために依頼された。契約にはフランチェスコ・マッツォーラ・デ・パルマとピエトロ・の名が記載されていた。作品の長い細い形は三連祭壇画の一部としての元の設置場所に由来している。その両翼パネルは無限在の親鳥と聖、弱キムと聖案画を表すことになったはずである。ルネサンス美術の電気作家。 ジョルジョ・バザーリによると、パルミジャニーノは、ローマ合略中にこの絵画に取り組んでおり、都市が新生ローマ帝国軍によって蹂躙された、時には制作を中断しなくてはならなかった。おじがローマに泊まっている間、画家は身の白金を払って逃げることができ、サンタマリアデル・ラ・パーチェ教会の食堂に作品を隠すことができた。眠っているセイヒエロニムス1558年、 ブファリーニ家は作品をチッタリ・カステロのサンタゴスティーノにある礼拝堂に移すことを決定した。そして作品は1790年にイギリスの画家ジェームズ・ダーノに購入された。イギリスではアルベルコン公爵2500ギニーで売却され、その後数々の所有者を経た後、絵画は1826年にロンドンのナショナルギャラリーに売却された。 コンデ美術館、大英博物館、その他の美術館には合計約20点の準備素描がある。パルマ国立美術館にあるスガキは水平方向の構図であるが、最終バージョンで本作により類似したものとなっている。絵画は2つの物語の部分に分けられる。セイヒエロニムスが十字架の近くで眠りながら、長い十字架と腰帯に結びつけられている。 洗礼用のたらいによって識別される、洗礼者聖ヨハネの原種を見ている。聖ヨハネは、聖母、マリアの足の間の上部に表され、背後に輝く背景がある幼子、イエス・キリストを指し示している。パルミジャニーノの細部へのこだわりは、聖ヨハネの足の十字架、聖ヨハネの反転のある肌、眠っている聖ヒエロニムスの近くの下草、聖マリアの衣服の光沢に見て取れる。 聖母、マリアの衣服は、おそらくパルミジャニーノが旅行中に見た古典的な彫刻に触発されたものである。聖ヨハネの挙げられた右腕と上向きの人差し指は、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵が、洗礼者聖ヨハネ彷彿とさせる。ありがとうございます。